皆さんこんにちは、リフトです。今回ですね、正直はかなり怒ってます、憤ってます。はい、というわけで今回はこちらの作品、推しの子に関する動画を撮っていきたいと思います。で、今回の動画はですね、まあ、正直かなりネガティブな動画です。本当はね、もうポジティブな、もうめちゃくちゃおもろいだと、最高だと、人気もやばいとね、いう動画は早く上げたくてしょうがないんですが、まあ、それはね、もうちょっと明日に回して、もうちょっと先にこれ取り上げないとどうにもならんなというか、うん、もうさすがに感化できないなと思ったんで、まあ、動画で全部話します。はい、で、まあ、何があったかっていうと、まあ推しの子に関してはですね、毎週感想動画も、まあ、同時視聴もやらせていただいているというところで、僕自身もともと原作ファンですし、まあ、アニメね、不安もありましたけど、本当楽しみに待ってました。その中でものすごい3話まで見せてくれて、ただただ僕はもう動画工房さん並びに制作陣の皆さんに感謝しかないっていう状況なんですが、まあ、3話の感想動画を上げたとこですね、コメント欄めちゃくちゃありました。うん、てかまあ荒らされたというのが正しいのかというところで、まあ、僕はですね、まあよく言ってます。僕のコメントにはもう何書いてくれてもいいと。うん、僕が例えばね、動画で面白いって言ってるからといって、つまんないって言っちゃダメなんてことは全くないんだと。もう皆さんの正直なね、感想、別に僕はつまんないってもちろん面白いっていうことはどんどん言っていいし、っていう話を、いつもしてます。はい。で、まあ僕はブロック全くしません。うん、どんだけ、もう本当になんかスパムみたいなね、なんかリンクを送りまくってくるみたいな、あ、なんか意味わかんない、なんかエロいなんとかみたいな、あんなの全部、ああいうのだけはブロックしますけど、もう基本的には別に普通の意見とかは、別にどんだけね、例えば僕が早く死ねよとかいうコメント別にブロックしないです。はい。うん。ちょっと舐めてんじゃないの？なんでもいいっていう言葉をさ、そのままに受け取りすぎなんじゃない？履き違えてないか。うん、ちょっとなんかね、雰囲気が正直悪い。うん、まあ僕は本当コメント欄も含めてその動画だと思ってます。で、昨日の動画に関しては、まあ僕もね、結構なんか煽り立てるようなタイトルをつけちゃうことも多いですね、正直。うん、で、そういう時に荒れるっていうのは、まあそれは僕もある程度欲見をしててね、まあそれだってさ、なんか例えば、まあチェーンソーマンね、この多分タイトルサムネにも入ってると思うんですけど、まあ、本当にめちゃ荒れました。でもあれはやっぱ世間的にもめちゃくちゃやっぱ賛否が分かれてた。うん、っていう中で、まあ僕も正直やっぱ批判的な意見もあったから、で、言ってもそれ荒れるなんて分かりきってた中で荒れたんですけど、まあ昨日推しの子の動画って、もうただただベタ褒めしてるんですよ。うん、もうネガティブなワードなんて一つも入ってないよね、もはや。うん、っていう動画で、まあ僕は荒れるなんていじめも持ってなかった。うん、したらなんか、うん、別にいいんですよ。まあ僕は面白いって言ってるからって、全然俺はハマれてねえとか、2話以降つまんねえとか、別にそんな1ダメなところは全くない。んですけど、なんか、なんですかね。まあ、まあ正直一部の視聴者ですよ、本当に。うん、別に誰とか言わないですけど、なんかサブアカホみたいに作ってさ、なんか自分で自分に高評価して、うん、なんかまあちなみに、まあ皆さんから見えないかもしれないけど、なんか低評価めっちゃ食らいました。うん、でも消えますよ。もう消えてますよ。うん。ね、サブアカとかやった評価って消えるんで、後で。Google がその分かるんで。うん。っていうの前、そういう話をね、日常チャンネルでしたんですけど、ちょっとやめてほしいですね。てかやめて。これね、別に、棒の動画以外も荒れてるんだったら、推しの子ってそういう感じなんだなって、うん、まあ思うのも一つの、うん、形なんですけど、うん、別に他の動画いろいろ見てきましたけど、そんなことないっすよね。まあ、チェーンソーマンの時って正直もう全部荒れてたんですよ。まあどこ行っても荒れてたみたいな状況だったんで、まあやむを得ないかなっていうのは思ってたんですけど、うん、ちょっと推しの子は、原作はやっぱめっちゃ正直炎上してるし、荒れてる。うん、まあだからこその、まあこういう形だとも思うんですよね。まあ多分他のコメント欄がいい雰囲気だからこそより僕のところに集まってきちゃってるのかなとは思うんですが、もうさ、別に僕がつまんねえとか言ってんだったらいいよ。別にどんだけでも荒れたってしょうがないよ。それは僕はつまんねえって言ってんだからさ。僕は面白い面白いって言ってるとこで、うん、なんか他のチャンネルも荒れてねえのに、荒れるっていうのはちょっといささか不愉快というか、うん。っていうとこですね。まあだから、でもちろん多分アニメってすごい評判いいんですよ。うん、もう全然賛否なんてなくて、原作は正直やっぱ炎上してるんだけど、アニメは本当面白いと、最高だっていう意見ばっかりです。別につまんないって思うのは別にもちろんそれはね、それでも価値観だし、別に何でも自由なんですけど、うん、で、まあ、だから面白いって意見が多いからこそさ、なんか、つまんないって意見があると、逆張りだとかって思っちゃう人もいると思うんですけど、わざわざ、反論する必要ない。うん。わざわざその人に返信する必要ないし、うん、なんか、
まあね、そのなんかコメント欄のなんか言い合いみたいのがさ、面白く見える時もあるんですけど、まあ、僕はこれ多分第三者視点で見ても全く面白くないと思ってて、うん、なんかせっかくのファンもなんかすげえ民度が低いファンに見える、正直なこと言うと、うん、でやっぱこんだけせっかくに盛り上がってんのに僕の動画を見てさ、うわなんかコメントめっちゃ荒れてんなって、うん、まあ、僕の動画を見ないだけだったらまだいいよ、うん、あーなんか推しの子って作品はこんなファンいるんだとかさ、うわこんなアンチいるんだと思って見るのやめちゃうかもしんないんだよ、ほんとやめてくんないかな、そういうことが起きうるんで、うん、まあね、もうほんとここ最近ブロックとか全くしないんで、まあ、正直だから基準がまあめちゃくちゃ難しい、うん、っていうのはあるんですけど、うん、大概ね、あのコメント数100超えるなんて荒れた動画しかつかないんですよ、うん、いや僕はねありがたいことにほんとコメント数多いですよ、ありがたくたくさんいただいてるんですけど、ちょっとね、うん、よくないっすね。まあ本当2話、うん、まあ1話、うん、2話で3話、まあそっか、2話がね230コメントかで、3話に関しては今148コメント、うん、あるっていう状況なんですけど、うん、ちょっと、うん、いささか不愉快、うん、だし、なんか、まあ、悲しい、まあ、僕もちょっとなんか申し訳ないです、これに関しては、うん、まあもちろんね、少なからずそれ僕にも非があるからこそこういうことになってるわけ で、うん、でみんなのチャンネルがそうなってるんだ、分かるね、そういうことなんだからしょうがないと思うんですけど、僕のチャンネルでなってるってことは、てか僕のチャンネルだけじゃないか、もはやね、うん、なんか申し訳ないです、そういう意味では、なんかネガティブキャンペーンみたいな、別にまあ僕はただ動画で何もただただひたすらベタ燃えしてるだけなんですけど、うん、まあちょっと今後の、うん、やり方次第で、うん、もう、まあ、見てる人はね、分かってると思う、うん、まあ、もうコメント見てないかもしれないけど、そんなコメントするやつさ、考えていった、うん、一旦コメントする前に考えてからコメントしようよ、誰がコメントしてんの、もう本当に一体いくつの子がコメントしてんのかなっていう感じですね、正直、うん、なんかまあ本当にあまりに程度が低いというか、うん、まあ他の YouTuber がなんであれ長くかって言ったら、まあそういうコメントブロックしてるのもあります、正直、うん、でまあなんかそういうこういう時にね、それが恨みに出るな、まあ、それは当たり前ですよ、ブロックでそういう機能のためにもあって、うん、別にもちろん自分のね守るためとか自分の動画をよく見せるためっていうのもあるんですよ、うん、別にいろんな YouTuber がいるから、僕はやっぱありのままで、別に僕が叩かれてるコメントってすごい消してしまえば、周りから見ればこの人みんなにめちゃくちゃよく思われてるんだなとか思われたらね、それ登録者とか増えやすい可能性はあるわけですよ、でも僕は本当ありのまま見せようと思ってやってきてるんですけど、まあ、こういうことになってくると、うん、ちょっとね、まあ、本当考えないといけない、うん、で、まあまあ、ただ僕はもう一つ思いがあって、サブアカとかなんかまあとか、まあ別にとりあえずなんか、ね、アホみたいに争おうとするやつは別にどの作品にもいるんですけど、やっぱ人気作になればなるほどね、まあ、それだけやっぱ推しの子が人気っていうのはまあ間違いなく言えるとこではあるんですけど、うん、まあ基本的にはね、まあそういうなんて言うんだろうな、なんか頑張って活動してる人ってすぐいなくなります、うん、別にちょっと例えばまあそれすぐって言っても推しの子の放送の間いる可能性があるから今回言ってるんですけど、うん、別にさワンクールまあ1年とかあったらいなくなりますよ、そんなもうなんで俺やってんだろうってなるから、うん、別に金になんないからさそんなことやったって、うん、それでねまあ金になるとかだったらまた話は変わってくるかもしれない、うん、で僕の規模のチャンネルでそんなことでどんだけ頑張ったって別に影響が大して知れてるわ、僕が発言したことでも知れてるのに、うん、っていうとこなんですけど、まあやっぱねポッチザロックとかリコリスリコイルとかね、やっぱ人気作もちろん人気になればなるほどアンチというか、まあアンチって言い方はまあ正直よくないんだけど、面白くねえと、これなんでこんな面白いって言われてんのみたいな、こいつら見る目ねえだろみたいな、そういうちょっと人を下げ詰むようなねコメントも確かにあったんですけど、ちょっと異質というかね、正直推しの子に関しては、うん、異質だし、こんだけ賛否がない状態でこんだけ今なってるっていうことは、いざもし賛否が分かれるなんかね場面があった時に、まあワンクール目の中で正直賛否が分かれるシーンってまあ僕ほぼないと思ってるんですけど、うん、まあ、あんだけのクオリティでもやっててね、まあちょっといざ、もう本当今後は正直不安、うん、でしかないなっていうふうに思ってますね、うん。なんでこうなっちまったかな。はい、まあ本当場合によってはまあブロックしますわ。うん、まあ
ったし、なんかそのまあね、その評価とかは消えるんですけど、別にコメントは別に消えるわけじゃないですよ。それサブがやったからそれが消えるかって言われたら、うん、消えるわけじゃないんで、そう、まあ、消えるのもあんのかな。いや消えないからちょっとわかんないけど、基本消えないと思うけど、うん、ね、本当はね、正直こんな話全然したくないんですけど、ちょっとねこれはひどいなっていうのを思った。まああとね、なんかまあ、正直やっぱまあ僕前一回なんかすごいコメントが盛り上がったというか荒れたとかいう時に、なんか他の YouTuber さんね、うん、名前が出てきて、その人の動画見ろみたいなさ、なんかまあそういうコメントは僕正直うざいですみたいな言いました。うん、まあ言って結局そういうコメントはまあ全く、まああの動画とも結構特殊だったんでね。うん、でまあなんか本人が奇跡的になんかライブに出てきてみたいなのあったんですけど、他作品、うん、別に出すなと言わないですよ。うん、出すなとは言わないよ。別に推しの子のさ話してる時に、別になんかさ推しの子に比べたら何々がおもろいよねとか、俺は正直今期これの方が好きだなとか、別にそういうコメントしちゃダメかって言われたら全然いいよ。別に全然いいんですけど、なんかさ、そのまあボザロとかの時も正直めっちゃ問題になりました。リコリコの時とかもなんかの作品を下げてその作品を上げようとする、うん、ダセーよそれ、うん、ダサいしやっぱ気分悪いわマジで本当に、うん、ちょっとまあコメント、うん、何でもやっていいっていう言葉をなんか吐き違えてるアホがいるんで、ちょっと考えてねコメントしてください。でまあファンの方もね、まあ、そういうやっぱ批判的な意見とか見たらそれ熱くなる気持ちはわかる。僕だってね、まあ、こうやって僕も別に批判する時もありますけど、別にこうやって今別に批判してるわけじゃないけど、そういうね作品を批判する時もあるんですけど、別に僕もそれはもちろん批判、僕は好きなアニメを批判してるやつ見たらそれぶん殴りたい、ぶん殴りたくなるちょっといいかもしれないけど、ふざけんなよってやっぱ思うんで、まあ、それコメントで思わずねしちゃう時はあるんですけど、正直それも含めて結構いろんな人は実は見てて、うん、ファンの民度っていうのもね大事なんですよね。うん、まあちょっと熱くなりすぎ、まあ、ね、人気作にはあるよくあることです。まあその時面白いんで分かりますよ。気持ちはすぐ分かるんだけど、まあ、ちょっとあんまり、まあね、そっとしとけばいいんじゃない？うん。そういうなんかさ、ただただつまらんとかさ、なんか一味の理由も書かずに、なんかまあ逆張りかは分かんないですよ。逆張りしてもいると思うし、本当につまんないって思ってる人もいると思うんだけど、なんかなんかその批判意見に対してなんか煽り返すというかさ、うん、ね、何お前なんか見る目ねえなとかさ、そういうコメントはやめようよ。うん、まあ、気持ちはわかるんだけどこれに関してはね、うん、まあ、ただちょっとそれを実際にやるかっていうところ、うん、そういうなんかさ別になんかなんていうの、明らかにこう解釈の違ったコメント、うん、なんかこれこうでこうだからつまんねえとか言ってさ、いや俺明らかにお前すい違いじゃねえかっていうのに返信するとかわかるんだけど、うん、なんかただただつまんねえとか言うのになんか逆張りかお前とか、なんかそういうのはやめようよちょっと、うん、っていう話です。はい、まあちょっとねやばいっすね。まあだからそのチェーンソー以上かみたいな多分サムネあってると思うんですけど、そう、まあ、チェーンソーマンの時はさ賛否がアニメで分かれてる状態でこれだったから、ああまあまあね、まあ、それはその時もちろん荒れてると思ったよ。めっちゃ荒れてるし今でも生放送で毎回荒れてくるしと思ってるけど、全然荒れてないじゃんアニメ、なんでこれ荒れてんの、うん、正直意味わかんないっす、うん、やめてくださいマジで、うん、っていうのと、まあ、ちょっとなんか僕も多分そういう動画なのかもしれない、うん、別に3話なんて僕1ミリも荒れる要素なんてないと思ってるし、だからこそもう1ミリもそのなんていうの、もうなんか不安ネガティブ訴求みたいなしてないですから、うん、そういうことマジでびっくりしてるんですけど、うん、まあでもまあ僕にももちろん火があるからこそね、僕のチャンネルが荒れてるというか、まあ、僕のところに逃げてきたのか分かんないですけど、まあそこに関してはちょっとなんか純粋に楽しんでるファンの皆さん本当すいません。まあ別にコメントねせずとも毎回見てくださってる方とかもいらっしゃると思うんで、うん、すいません。でなんかまあなんか全部ねサブアカに見えてきたとかいうコメント見ましたけど、まあ、正直ね投稿者からしたら全部わかるわ。だって別にだって常にこうさコメントとか全部僕見てますから、見てない人だとわかんないよ、全部見てるから、なんかいいねの数つく数がす何スピードおかしいけど一瞬でわかるからそんなの、うん、だし、あこいつとこいつ自分でやってんだとかも全部わかるよそんなの、うん、でそういうまあアホみたいな時間使うとやめてください、うん、無駄ですそんな時間、そんな時間あるんだったらアニメ見ましょうよ面白いやつ、うん、
ねえって思いますけどね、うん、もっと楽しいことあるよ、うん、って思います。はい、まあ、ちょっと今回はね、ちょっとかなり、うん、まあ悲しいというかね、正直まあ僕は結構怒ってますけど、うん、はふざけんなよとこいつらと思ってますけど、まあちょっとね、うん、申し訳ないです。これに関して僕にもやっぱ原因はあると思うんで、申し訳ない、すいません。うん、でね、まあそのなんていうの、別になんかそのもはやさ、普段いつもコメント返してくれた視聴者さんが僕のね、いつもこう正直に言ってよって言って、正直に言ったらなんかそういうのでなんかお前もなんかサボるかみたいになって、それちょっと違うんだよとか思いながら、そうまあ多分ね、みんな疑心暗鬼になってるかもしれないんだけど、まあまあそこに関してはちょっと勘弁していただけたけど、まあスルーが一番いいわ正直なこと言うとね、うん、僕も本当はスルーするつもりだったんですけど、ちょっとこれ感化できんなと思う、さすがにちょっと野放しに過ぎたなと思ってるんで、あんまふざけたことしたらマジ、うん、まあもうはい、出禁となりますんではいっていうとこですかね。うん、そうだね、まあアニメはまあでもこんだけね、多分人気出てくる、それはもちろん批判的な意見出てくる、出てくるし現状出てます。別に2話が面白いとかつまんねえとか、3話なんか2話から全然もんねえとか、何が漏れんだとかね、騒がれすぎとか別にありますありますけど、うんうん、でそれは正直必然、そこに関しては必然的だ、で人気出てきたぐらいに思っておけばうんいいんじゃないかなと思います。はい、まあ今後はね、まあなんかいわゆる荒れてるコメント欄っていうのになんないでほしいなっていう、うん、のは思ってるし、まあわかんないですけどね、それはもうクソみたいな回来たら僕はふざけんなって逆にアニメに言いますけど、まあそんな回もう来ないと思ってるんで、うん、ひたすらおもろいと思ってるんで、多分これ、うん、推しの子、まあ、全11話残り8話突っ走ってくれると思ってるんで、うん、まあ、そこに関してはね、まあいい雰囲気の、うん、コメント欄になることを僕は祈ってるし、まあ皆さんにちょっとお願い、うん、ちょっとまあコメントする前にさ、ちょっと一歩何、客観的になって考えてみて、うん、このコメント見て他の視聴者とか僕はどう思うかなって、うん、ちょっと立ち止まって正直考えてほしいなっていう感じです。はい、うん、まああんまふざけたことしてたらね、もう推しの子だけコメント承認制とかになるかもしれないですね。僕が許しをしたコメントしかもう出てこないとかね、まああるかもしれないですよ。はい、こんな感じで、まあ、今回の動画は以上としたいと思います。はい、なんかもうすっげー気分悪いわマジで、あこういう動画撮るとそれ気分いいわけないんだけど、ちょっとびっくりしちゃった、まあ、正直本当に、だって荒れる要素ないもん、1ミリも荒れる要素ない動画で荒れてんだもん、意味わかんねえよこっちからしたら、やめてくれ、それはまあ、ほら本音ベースで言ったらさ、それもう僕の見る人も減るわ動画、こんなコメント欄見たくないって人いるもん、だってマジで困るわ本当にそういうのもあるよそれはね、はい、ということはね、まあちょっとかなり悲しい動画になってしまったんですけどね、まあ最後長い動画になったんですけど、ここまで見てくださった皆さん本当にありがとうございます。はい、まあ、引き続きね、リクトチャンネルの方よろしくお願いします。また推しの子ね、楽しんでいきましょう。楽しめない人はね、まあ、楽しめないかもしれない。うん、でも、僕はこれ楽しめる要素しかないと思ってるんで。まあ別に合わない人はね、別に合わないでいいんですよ。ほんとそこに関しては。どんだけ世間で持ち上げられてようが、俺は全然思んねえから見てない。別にそれでいいですよ。うん。まあ、私、人気作だからね、頑張って見てて、でもつまんねえって人もいると思うんだけど、まあもうちょい見てくださいよ。まだ別にね、ここもさ、1話のプロローグ終わって、まだ中盤も、まあ序盤ですわね。うん、っていうところなんでね。はい、まあ一緒に、ぜひみんなでこう、楽しんでいけたら。そう、同時視聴はね、1ミリもコメントなんて荒れてないんで、なんかよりなんか、なんでっていう、僕は、まあ、同時視聴もね、チェーンソーでもうアホみたいに荒れてたんで、うん。っていう意味で、なんかより疑問っていうかね、まあ原因はまあ分かる、原因というか、うん、まあ、ね、分かるっちゃ分かるんですけど、はい。まあちょっともう今後、こういう動画は、もう上げたくないんで、皆さん、よろしくお願いします。はい。ということでね、ちょっとこんな長い動画になって申し訳ないですけど、これにて以上としたいと思います。ご視聴最後までありがとうございました。